ルじいさんの乗り物レガス百科。ほーい、ハンドルじいさんだのだ。はしご車の活躍でヘニョロウは無事救出、一安心だのだ。ヘニョロウ大丈夫？エミコが助けてくれたんか。ううん、あの消防隊の人たちがあの屈折はしご車を使って助けてくれたんだよ。そっか、うわめちゃめちゃかっこいいな。みんな心配かけて堪忍だ。そうだよヘニョロウ、よかったねヘニョロウ。ヘニョロウ、ヘニョロウどうしたの？ねヘニョロウどうしたの？しっかりしてヘニョロウ、ヘニョロウ。そうだヘニョロウ、しっかりして、大丈夫だね。こりゃまた大変なことになってしまったの。あ、そうそう、ヘニョロウが担ぎ込まれた救急車も消防署にある乗り物の一つなのじゃよ。これは救急車の中でもハイメディックという最新のメカがたくさん入った救急車。かっこいいじゃろ。ま、とにかく救急車は怪我をした人や病気の人を病院まで運んでくれる頼もしい乗り物だのだ。そんな救急車はいつもどこかへ急いでおる。みんなも救急車を見かけたらお先にどうぞと道を譲ってあげるのじゃぞ。ところでヘニョロはどうなったのかな。おいヘニョロ、もしもーし、もしもーし、もしもーし、はい、意識なし、はい、痛み刺激、はい、痛み刺激なし、はい、気道確保、呼吸の確認、2、3、4、5、はい、呼吸弱く10回、脈の確認。ヘニョロしっかりして。ヘニョロ、はい、脈弱く62回。どうかヘニョロが元気になりますように。ヘニョロ、ヘニョロ、起きてよ、目を開けてよ。地球の乗り物をたくさん勉強してご主人様に教えてあげるんでしょ。ご主人様を喜ばせてあげるんでしょ。約束したじゃない。ねえヘニョロ、ヘニョロ、ヘニョロ。乗り物船？宇宙船か？ヘニョロくん。お姉さん。頑張れ、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 頑張れ。起きないならあれしちゃいましゅよ。あ、起きまへん。それだけは絶対に飽きまへんで。意識が戻りました。やったバンギャー。ああびっくりした。何さらすんじゃい。このとき頭の角はワイの弱点やないけい。触るな言うて前にも言うたやないけい。何よ、だいたいヘニョロだけなんでしょ。角はワイの弱点やないけい。だってヘニョロなんかも月でも乗り越せでも家庭とか行っちゃえばいいのよ。何考えとんじゃ。ヘッド何やと思っとんじゃ。ひどい瞬じゃないけい。ありがとうユミコ、ほんまにワテのことを心配してくれてたんやな。さあ行くで、消防車の探検は始まったばっかりや。あ、ちょっと待ってよヘニョロ、ちょっと待ってよヘニョロ。ヘニョロもすっかり元気になったので今日は消防車の仲間を紹介するぞ。よいしょよいしょよいしょ。ヘニョロ待ってよ。まずはこいつやな。こいつや
なるほど。なるほどって何よ何。このはしご車は先端屈折型はしご車といって日本に2台しかないんやで。そうだったんだ。そうや、はしごの先っぽが曲がるようになってるんや。かっこええな。あ、それはね、さっき見てたから知ってるんだ。次は、お、ハンドルじいさん。ほい、ここから先はわしに任せい。いいじゃろ。やったー。ロボ車の仲間。この消防車はタンク車と呼ばれておる。誰よりも先に火事の現場に行って火を消してくれるぞ。タンク車か。でも火を消すためのお水はどうだと思う？いい質問じゃ。タンク車のお腹には火を消すための水が5000リットルも入っておる。これはみんなの家のお風呂だとなんと25杯分にもなるのだ。どうじゃ、すごいじゃろ。どういうお腹してんのかしら。まあよい、とにかくこのタンク車のお腹の水だけで小さな家の火事ならちょちょいのちょいだのだ。ちなみにホースの先にはこんなノズルというものがついておる。こいつのおかげで水を一直線に飛ばしたり霧のようにまき散らしたり、そりゃ自由自在だのだ。せやけど、もし水が足りなくなったり大きな家の火事の時はどないするんか。そんな時はこいつ、ポップ車の出番だのだ。ポップ車？さよう。ポップ車はタンク車が頑張って火を消している間に近くの消火栓などから水をたくさん持ってきてくれるのだ。どうやって秘密はこいつ、オスカーだのだ。あ、ほんまや、ホースをいっぱい積んだ車が出てきよったで。びっくりするのはまだ早いぞ。出動したポンプ車はまず火事が起きているところから一番近くの消火栓を探す。で、そこにホースをつないで水をもらう。もらった水はこのホースカーに積んである長いホースを通してタンク車までつながるというわけなのだ。ちなみにこのホースカー、20メートルのホースが12本も入っておる。これを全部くっつけると20メートルが12本だから、わかった。なんと240メートルも離れたところから水を持ってこれるのだ。すごいじゃろ。なんか練習プレーって感じ。その通り。消防車はみんなで協力し合って火事を消すんじゃな。おな、他の仲間も早う教えてえな。早く。これこれ、慌てるでない、減るもんじゃあるまいし。ほれ、見てみ。ちっちゃくてかわいい。これはミニ消防ポンプ車といって狭いところでも動き回れる偉いやつだのだ。で、こいつは指揮統制車。火事を消している消防士さんや消防車に指示を出したり消防署と連絡を取り合ったりするぞ。ほれ、そのためのファックスがついておるじゃろ。ほんまや。これはなんていう消防車なんや。ホースとか何もついてへんで。これは給食車だのだ。給食車？そうそう、給食車だのだ。給食って、学校とかで食べるあの給食？え、なんや、食いもんで火事が消せるんか。そんなわけなかろうが。この給食車は大きな災害で避難している人たちや消防隊員のためにご飯を運んだりこの中で作ったりするいいやつだのだ。給食って聞いたら急に腹減ってきた。あたしも。そうじゃ、消防署には消防士さんたちの食堂があったの。二人ともそこでご飯を食べてくればよかろう。ご飯から食べようかな。ふう、お腹いっぱい。これで消防車は完璧。ああ、満腹や。ちゃうちゃう、完璧や。消防署はこれだけじゃないぞ。ハンドルじいさん、二人ともこれで消防車のことは完璧なんて思ったらブブブのブーなのだ。まだ何かあるの。消防車の世界は奥が深いのだ。知りたい。わても知りたい。
じゃろじゃろ知りたい？うんうん。じゃがその前にわしお腹すいたからきしめん食べに行ってくる。ちょっとハンドル爺さん。またかいわれい。何考えとんじゃいボケ。こうなったら二人で頑張るしかないね。そういうことならユミコしっかりついてくるんやで。ちょっと待ってよヘニョロ。おにゃー、この消防車な、なに？これは石鹸？石鹸？どういうこと？ええかユミコ、この消防車は化学消防車といってやな。水を使わないで火を消すことができるんやで。お腹の中には石鹸水のような消火液を積んでいるんや。普通の火事は水をかけて火を消すんやけど、ガソリンや油が燃えている火事に水をかけてしまうとやな、大爆発を起こしてしまうんや。左側が化学消火液で、右側が普通の水やで。化学消防車ってすごいのね。でもそんな難しいことよく知ってるわね、ヘニョロ。わてかて勉強してるんや。何でも聞いたってや。あ、ちょっと待ってよ待ってよ。ヘニョロ、ちょっと待ってよ。この消防車、呼吸器充填車って言うんやけど、中身が空や、空気だけや。そんなわけないでしょ。したけど、わかったね。えか、ゆみこ、火事っていうのはな、燃え盛る炎だけやないねや。わかった、煙だ。せや、火事になるとごっつたくさんの煙が出てくるんや。せやから消防士さんたちはそんな煙の中に入っても大丈夫なように自分が吸う空気をボンベに入れて背負ってるんやで。俺が空気のボンベか。このボンベはな、で息をすると15分で空気がなくなってしまうんや。それで空になったボンベに綺麗な空気を入れるための呼吸器充填車なわけね。そういうことや。ほな、次行くで。待ってよ、ヘニョロ。待ってよ、ヘニョロ。おにゃー、わかったで。これは高発泡排煙車っていう消防車なんや。こいつは駅やビルの地下で火事が起きたときに後ろの大きなホースで煙をって吸い出して上の煙突から吐き出してくれるんや。お腹の中には泡の消火液が入っていてな、後ろの大きなホースから泡を出して火事の炎を包んで消してしまうんやで。賢いやっちゃな。しかしこんなにいっぱい赤い消防車が並んでるとほんまかっこええな。あれもあれもあれもこれも全部ばっかや。ん？プリプリ。なんで消防車は全部真っ赤やねん。教えてハンドルじいさん。あかん、まだ帰ってないわ。すいません、どうして消防車は赤いんですか？なんで消防車は赤いんやろうか。なんでや、なんで消防車は赤いねや。なんでや、なんで赤いねや。なんで消防車は赤いんですか？この続きは次回までの宿題。